今月1日から続くホークス春の宮崎キャンプ。 A 組のメンバーは一足早く最終日を迎えました。今日は西武との練習試合が組まれていて、山川の人的保障で移籍した甲斐野も姿を見せました。カズさん、今日登板予定あるんですか？いや、言わないですね。ちょっと敵なんです。敵チーム練習試合の先発は開幕ローテ入りが確実の43歳和田。先頭バッターにいきなりホームランを打たれると、その後満塁のピンチを背負います。ここは何とか抑えたものの苦しい内容となりました。全然良くはなかったですけど、本当にバッター相手に投げることができて、まずはそこの、段階を踏めたことは良かったかなと思います。しっかりと段階を踏んで、上げていきたいなと思います。一方、バッターでは西武から新加入の山川が存在感を見せます。古巣から豪快アーチ。開幕に向け調整は順調のようです。打った瞬間いい打ち方ができたので、いったかなと思いましたね。1日ずつですね。もうこれしかできないので、1日ずつ自分のできることを丁寧にやっていきたいなと思います。同じく活躍が光ったのがキャンプ初日から A 組入りした育成の川村。ツーベースを2本放ち、1軍戦に出場できる支配下登録へ猛アピールしました。本当に打つだけじゃないんで、ダイソーだったり守備っていうのもしっかりやって、一軍の戦力として認められるようにやっていきたいなと思います。その他、甲斐が2安打2打点と活躍し、ホークスが4-3で西武に勝利しました。